どうも、ソガです。今回はこちらの美しいドット世界が織りなすオープンワールドアクション RPG ハンマーウォッチ2をやっていこうと思います。ちなみに動画配信をする身として憧れでもあった、視聴者さんおすすめタイトルのプレイ動画となります。おすすめいただき本当にありがとうございました。頑張ります。で、早速なんですけど、どんなゲームかちょっと全く知らないので、メーカーさんによる説明をざっくりと話すと、ご確認ブライト、多分あのパッケージに映っとるベートーベンみたいな人かな、という人が率いとるドラゴン軍に破壊されかけた世界が舞台になっとって、まあ、そこで一人のヒーローとして悪の力に立ち向かえ、ということらしいです。最大3人でプレイもできるらしいんですけど、僕はぼっちなんでソロでやります。まあ、どこかの遺跡探索よろしく、今回も攻略は見ないで頑張る予定です。じゃあやっていこう。シングルプレイニューロードニュー。うわ、何怖っ。シングルプレイハンマーウォッチ城の新たな王赤き竜ワールドファイヤーを倒した後、なんかもう倒しとるやん。勇者たちは崩れ落ちる城からの脱出に成功し、ついに平和なひとときが流れた。そう、それはあくまでひとときの話。これなんやろ、なんかさ、左下になんか星みたいな、なんか人の形かわからん、星かわからんけどさ、3つ書いてるの。これ何だ、シナリオ変更って何だ。これしかない。あ、でも多分これしかないんかな。え、ちょっと待って、イージー、ノーマル、ハード、超ハードって何。ダイハードはダメやろ。初見でダイハードは絶対ダメよ。あの更新を、まあ、定期的に更新をしたいと思ってるんで、まあとりあえずノーマルかな。いや、ノーマルでいいでしょ。いや、超ハードは絶対にやばい。そんな、あの、なんか、最悪失踪し、確定してしまうようなやつを、ちょっと自らやりたくはないです。ごめんなさい。はい、じゃあちょっといろいろ見たんですけど、ちょっとよくわからないんで、ほんで難易度なんですけど、まあ、ほんまに初めてなんで、ごめんなさい。あの、そんなに僕チャレンジャーでもないので、まあ、超ハードなんか、もう、論外やし、ハードもちょっとわからない。とりあえずノーマルでやらせてください。ノーマルです。ちょ、ハードじゃないよ。ノーマル。はい、じゃあプレイしていきましょう。めっちゃ怖いけどな、これ。この絵の人。これ何なん？何者なん？これが赤き竜。何？逐一驚かないかんな、これ。セーブスロット。おお、何？ちょっとマイクラっぽい。この画面だけ。なんか長そうやな。長そうやったらカットします。なんか左下に魔導士みたいなのがおるやん。え？978年、突如として3頭の巨大なドラゴンが現れ、世界に大惨事をもたらした。黒きドラゴンの背に乗った破滅の伝道者ブライトは、恐怖のあまり逃げ惑う人間を空から見下ろした。ヘリアンの小さな軍隊は、その脅威に太刀打ちできず、オーアスペルビア城、城どっちやこれ。城かな？への撤退を余儀なくされた。そして深刻な状況の中、事態はさらに悪化していくのであった。もうなんか今の時点で俺結構深刻なんやけど、文字がちょっと潰れとって読みにくいし、さらに俺漢字苦手やけん。この混乱を機に王位を狙っていた王の兄アーチボルド家も、ちょっと待って、人出てきすぎ、ちょっといろんな名前出てきすぎ、覚えれん。ロックデー高原から大軍を率いて南方に攻めてきたのである。これは後に人間とアンデッドの同盟による悪の策略であることが明らかとなった。その結果ローランド王は囚われの身となり、兄に王位を奪われてしまう。え、ローラン、呼びきってない。ああ、数週間後ドラゴンたちは不毛の地を離れ、ブライトの復活を部外者が邪魔できないように場所を移動して陣を取った。そして大いにうつつを抜かしていたアーチボルト卿は軍の一部をロックデーに送り返すのだった。その隙をついて囚われの身となっていた王は救出され、教会の僧侶たちによってかくまわれたのであった。やべ、ドイツが悪でドイツが正義かが分かってない。ちょっと今、アーチボルト卿が悪いやつ。さっきボタン押してないのね。進んでボタン。そして5年の歳月が流れた。その間、ローランド王を率いる反体勢力のレジスタンスは悪の動向を警戒し続け、ついにブライトの復活が間近に迫っていることを知る。ブライト復活？何？一回、なんか、隠れとったん？王たちは手遅れになる前に何としてでもブライトを葬り去る必要があったが、それにはブライトを守るドラゴンを倒すことが先決だった。そして983年、最強の戦士率いる3組のドラゴン討伐隊が編成された。ちょっと押してないよ。お主と一個、お主？なんかお主の話だったな、さっき読めんかったとこ。船でハーバータウンからハンマー島のハート港に向かうと、地元の住民の案内でとても分かりやすい入り口からハンマーウォッチ城への侵入に成功。とても分かりやすい。それ仕組まれとんちゃうんか、そんな分かりやすいってことは。
そしてお主と一行は、何なのお主って。多くの困難を乗り越えながらも城の最上階にたどり着いちゃった。壮絶な戦いの末、ついに巨大な赤きドラゴンを打ち破った。ドラゴンは方向を上げ、その大きな体は地面に崩れ落ちた。その勢いで天井や壁が崩れ始めると、城全体が崩壊し始めた。幸運にも一行は奇妙な板を全て見つけており、城内からの脱出を図ることに成功した。なんかもうこれでエンドってならん、大丈夫？そして城が今まさに崩れ落ちようとした時、お主たちは、あのとてもわかりやすい入り口から、これ書き方よな。間一髪で城外へ脱出したのだ。そして今ここに、ハンマーウォッチ2の冒険の幕が開ける。これあれか。ちなみにこれハンマーウォッチ2は、まあ、2って書いてあるだけで続編らしいですね。だけこれ1の話なんかな、もしかしたら。あとそもそもなんですけど、これおすすめしていただいた時って、Steam 版で最初やろうと思ってたんですよ。なんですけど、去年の12月ぐらいかな、にハンマーウォッチ2がまさかの任天堂でなんかメイキング出てきた。ソガってもう勝手に名前つけられとる。怖っ。ローグ？スティーブンって誰？何スティーブン？ Hey, choose me. は？Choose me. I won't let you down. I can do it. Pick me. I can do it. I'm your girl. まあまあスティーブンだぞな。スティーブンでは天性のスピードと狡猾な戦術で敵を凌駕する無鉄砲な悪党ローグ。なんか5つの職業というか、まあなんかあるらしいですね。ウォーロック、敵の魂を操ることを得意とする黒魔術師、レンジャー、森と共鳴して自然の力を操る天性のハンター、ウィザード、精霊の力で敵を壊滅に追い込む熟練魔法使い、強い、パラディン、強い意志と確固たる信念で法と秩序を守り抜く正義の戦士。はあ、まあなんか最初のローグ選択されたときにローグにしようかな。まあちょっとメイキングは全部カットします。よし、できました。じゃあこれで行こう。はい。おお、何？刑務所？あれ？始まったん？何？ Y? R? ZRZL? これ回数が書かれとんわ。だけど基本 Z、あれ？違うな。何やろこれ。あ、なんか右、やべ、これ全然わからんわ。何やこれ。左は何こう、青と。L を押し込む。は？うわ、やべ。全然わかんねえ。とりあえず ZR で基本攻撃しまくったらいいかな。すごい。道が塞がっています。木の板を破壊すれば通り抜けられます。敵に攻撃するのと同じ要領です。この人、真横向いたまま歩き続けるんか。横向けんのか。あ、なるほど。いや、これやば。ちょっと待って。両方のスティック駆使するん。やばいな。ちょっと普通にむずいぞ、操作性が。は？さっき歩いて渡った時に、あそこで転ばなくてよかった。すごい普通の人みたいなことやる。よし、やっていこうか、じゃあ。敵おるんかな？わ、ってか、すごい、めっちゃ細かいな、これ、ドットが。やば。ここもう切れるんや。あれ、なんか、アイテム手に入れられたり手に入れられんかったりやな。なんか光っとる。なんこれ。赤きドラゴンのロゴ。たとえ可能だったとしても、あそこには戻りたくない。あの恐ろしい場所には。これはさっきのさ、なんか話の続きでなんか崩壊を起こして、なんたらかんたらって、ごめん、ちょっとキャラクター作成に時間かけすぎて、最初のなんか冒頭のいろいろ説明してくれたの全部忘れたんやな。あ、すごい、ちゃんと影に隠れても、こうやって緑色になって、影になって出てくるんや。すごっ。うわ、これ絶対操作慣れるに時間かかるわ。もうわかる。自分でわかる。絶対に時間がかかるやつやって。あ、誰かおる。あ、なに？新クエスト、壁にぶち当たれ。新しいクエストをピックアップしました。それだけじゃありません。プレイヤーメニューは、アイテムやスキルなどの情報が盛りだくさんです。プレイヤーアイテム？え？プレイヤーアイテム？メニュー？なんか技を使いましたね。だけど右のやつが、この、なんかだけ自動回復しょるけど、91ってすげえ中途半端やな。だけどこれを消費すんやな。で、多分この数字の色が緑やけん、この緑色の数字のやつはこの緑のゲージを使うて、で、これ青いやつ、R は多分この左の青いゲージを使うかな。でもこれ使ってさ、回復せんかったらちょっと悲しいけん。とりあえず使うとこ。おらおら、あれ？くそ。人がおったのに。初の会話ができると思ったのに。まあ、ちょっと行けそうなとこ行くか。うわ、コーラス。やべ、ちゃーなにムシ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 。
危ねえ。ここも入れんのやけど。入りたい。入らしてくれたまえ。あれかな、なんか技使ったらいいとかかな。ちょっと技使うか一回。ほら。That skill is not ready. え、なんて I can't do that yet. は That skill is not ready. なんか英語喋れるけど英語わからんけんわからん。え、あ、ここがオーリアってことは、あっちもなんかどっかで行けるんか。うわ、すごっ。何や、リンゴみたいなのが落ちとる。これ何、いや、まんまリンゴ。なんか崩れそうなところは崩れそうになったのが分かりやすくなっとったりする。キノコ、なんか落ちとる。綺麗なマナのかけら。なんかローグとはほど遠そうな。わ、ちゃっ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 ちゃ、もうちょっとしょっぱちの敵虫ってやばくね。ダメージ食らってしまった。あ、でもダメージも自動回復するんや、すごっ。わ、鍵がある。え、何、別の場所で扉が開いた。なんでやねん。え、インタラクション。ゲーム内にはスイッチ、扉、NPC などインタラクションを行える要素がたくさんあります。やばい、漢字ができんのになんか横文字まで出てき始めたらもうマジでお手上げやぞこれ。今回の場合は鍵付きの刑務所の扉です。付近にあるスイッチを探して開けるか、鍵で開けましょう。え、冒険の書。プレイヤーメニューには冒険に役立つ情報ページが寄せられています。一つ目のタブはアイテムとステータスを確認できます。二つ目のタブはクエストとその情報です。三つ目のタブはスキルツリーで新たなスキルやサブスキルを解除できます。四つ目のタブこの最後のタブがワールドマップになっています。はあ、インタラクションの行える物体やキャラクターに歩いて近づくとインタラクションボタンの吹き出しが表示されます。他にも歩いて近づくと罠が罠、アイテムを拾うことができたり物体を攻撃することができます。攻撃すると物体にダメージを与えたり時には起動させたりすることができます。あ、でタブがこれか。はてな、ソガ見習いウローグレベル1。うわ、やべえ、もうなんか頭痛くなってきた。まあちょ、やっていくか。別の場所で扉が開いた。また、はい、別の場所で扉が開いた。別の場所で開きすぎちゃう。鍵が必要だ。なんでだと。ほら、壊れろ壊れろ壊れろ、やったぜ。え、だっていわばここって多分チュートリアルステージみたいなもんやろ。それでこんな苦戦して、あれ、あ、よかった、びっくりした。閉じ込められたかと思った。でもここ入ってもなんか意味なさそうや。え、ぬ、あ、もう全部開くようになったんや。よっしゃよっしゃ。銅の鍵で、そこは何が光ってんの。なんか装備、小短剣。え、装備ってどうやってしたらいいんや。あれ、え、あ、やべ、ちょっと待って、ほんまに分からんわこれ。できた。え、おい、捨てとる捨てとる、捨てんな捨てんな。ちょっと待って、むっちゃむずい。装備するもむずい。できた、できたんじゃないの、やった。はい、はじめまして。クエスト完了、壁にぶち当たれ。はい、年老いた水兵ハルバード。はは、本当はもう去ろうとしていたんだが、死にかけたドラゴンのうなり声を聞いて君が現れるかどうか確かめることにしたんだ。はあ、うわー、何、年老いた水兵ハルバード、天井の一部が落下してきたとき、ここから逃げようとしたんだが、君が向こうにいるのが見えた。そして、急に城の揺れが嫌なんだ。もう随分長い間ここに立っているが、このルートの上にも下にもこんなにたくさんのモンスターがいるとは思いもよらなかった。だが、想定しておくべきことだったんだろうな。港に戻ってソムナー船長の船で本土へ戻り、王の元へ帰るのか。ああ、ワールドファイアを倒したことで、大いに報酬がもらえるといいな。レジスタンスがようやく状況を好転させつつあるようだ。以上。え、あんたはどうなんすん。俺がここに来たからにはもうあなた様も帰ってええんだわ。まあ先進もう。あ、樽も壊せるんや。なんか入っとった。何、木くず、木くず、お金。なんかここか。あ
げえ幸先が不安や。これやばいぞ。おお、うわ、すっげえめっちゃ揺れとる。めっちゃ綺麗やな。なんじゃこれ。なんかどれが構成、なになに、鳩場の笑み。は？隠れ家への帰還。ちょっと急に追加しすぎです。もうちょっとお手柔らかに頼みます。こう川の上は移動できんのか。めっちゃすごいなこれ。細かー。何こうなんか何何硬化した爪。なんかあれなんかな、アイテムを合成して新しいなんか武器を作ったりとかそんなもできるんかな、クリエイトみたいな。すげえ、アマリリス。アイテムだらけ。こんなにアイテムもらっていいんすか。まあ、キノコばっかやけど。あ、なんかある？これ。あ、ちゃうわ。村に到着しました。村では旅の疲れを癒し、食料や装備を購入することができます。また最後に訪れた村は復活地点になります。なるほどな。じゃあちょっと待って、先にこっち行った方がええやな。さっきの城の、なんか崩れた城の方。お、行ける。穴！なんか穴がある！入ろう。こんにちは。あ、オートセーブか。え？西狼の洞窟。村に到着、ちゃうねん。怖っ。狼の洞窟絶対やばいやん。これ大丈夫かな、なんか。場違いのとこに来てないと大丈夫。村で先に話するべきだったか。夜だ、夜だ、近寄るぞ俺に。あ、なんか、聖杯みたいなのがある。銅の聖杯。ワープできる？うおー！狼軍団が！うおー！ちゃやべ、普通にダメージ食らえよ。やべ。え？灰色狼の毛皮。うわ！怖い。なんか曲やばない？おいおい、もうあの美女と野獣ばりに囲まれとる。危な。あ、そこにも聖杯ある。あ、狼さんもいた。狼さんも。危ね。はい。銅の聖杯は何なん？あれか、5つ集めたら、なんかええことがあるみたいな。うわ、ちょっと待って、あそこの狼やべえ。めっちゃおる。あ、なんか、これ読もう。木が書かれた看板だ。どういう意味だろう？わからん。木が書かれた看板。なんかアイテムが関係あるんかな？これ何？ OK キャンセルって何？木くず。え？あ？これ何？やべ。まあ、やろう。来い！お前らなんて俺がやっつけてやる。おら。危ね。これ絶対超ハードだったらやばかったな。もう、今の時点でわかる。絶対俺、蹂躙されとった超ハードだったら。もう今の時点でも蹂躙されそうやもん。おりゃ。これ、このキャラクターの向きもさ、しっかり考え、やったレベルアップした。レベルアップしました。キャラクターのアップグレードに使える属性ポイントとスキルポイントを獲得しました。はん。レベルはそのクラスの成熟度を表します。クエストや敵を倒して経験値を稼ぐことでレベルアップすることができます。レベルアップの進捗状況は、ハードの右端のバーがキャラクター画面で、バーかキャラクター画面で確認することができます。ハブの右端バーって、これの右のやつのことか、これ。レベルアップすると体力、マナ、スタミナが回復し、物理ステータスがアップし、属性ポイントとスキルポイントが与えられます。属性ポイントはステータスページで、力、知能、素早さの強化に使うことができます。スキルページでスキルポイントを使って、スキルのアップグレードや新たなスキルのアンロックを行うことになります。なるほどね。まあ、とにかく何でもやけど強くなるってことで。ちょっとじゃあやってみよっか。違う。これか？ん？どうすりゃいいんや、これ。
これ右のスティックの使い方が難しい、マジで。消費ポイント5。え、で俺はどこにポイントを持っとんの？あ、5ポイント持っとるってこと？まあやっぱりさ、力こそ最大の防御でしょ。でまああとは素早さに振ろう。なるほどね、これで一旦完了と。で次そこの3って書いてるとこか。探検で素早く、探検で素早く2回攻撃、利き手ダメージを与える。え、まあこれじゃない？え、どうなんやろな、もったいないんかな。え、これまんべんなく全部触れるんかな、最終的にちゃんと。だけどこう見習いでポイント使いすぎたらさ、最終的にマスターに振るポイントがなくなるみたいな感じではない？まあ、とりあえずこの2連続切りを、え？あ、ここか。ここ押したらいいんか。え？は？大丈夫やったんかこれ。これ大丈夫やったんか。これは何なん？2連切りの核ヒットに追加ヒットを与える確率が付与される。短いクールダウンが。はあ。は？え？なんかようわからんけど。まあ、とにかくレベル上げたらええんや。昨日書かれた看板、さっきのとこにもあったんよな。なんか、木を植えるんか？こんな場所で？これなんなん？ああ。なんか調べれたんかこれ。中のブラックハートがわずかに見える。もしかしたらアッシュはもうこのクリスタル破壊する方法を見つけたのかもしれん。アッシュ誰？え、夕方になっとる。いや、狼恐ろしいだあいつらほんま。お、なに、リンゴ。あ、なるほどな。そういう風にしてアイテム手に入れることもできるんや。え、あ、あ、ちゃあちゃあ、危ない。あまりリリス、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 そんな大量集めてどうすん？うわぁ。オッケーオッケー。さっきの洞窟で戦った俺からしたら、もう何の脅威もないぞ。な、これ。木製の板。海、うわ、めっちゃ綺麗やな、海。やば。え、綺麗すぎるやろ。では、じゃあちょっとさっきのハテナ出しとった女の人に話しかけに行こう、まず。何やったっけ？ハトバのエミーやったっけ？ハトバのエミーとなんか隠れ家を見つけようかなんかだった気がするんやけど、ちょっとミッションか？あ、ハンマーと。すげえシンプルやな。すげえシンプルやけど、多分めちゃくちゃ広大なんやろな、これ。鎮火じゃないよ。隠れ家への帰還、鳩場のエビ。あれ、壁にぶち当たられてクリアせんかったっけ？ちょっとこれな、このカーソル合わせるのがめっちゃ苦手。アマリルス。なんかあれなんかな、夜になったら夜になって、え、なんかすげえおぞましいもんあるけど、何あれ、何やな、おぞましい穴みたいな。やば。お、なんかいっぱい落ちとる。え、なんで毛皮ばっかこんなあるの。うわ、海綺麗やなーって、酔ったら、うわわ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 、ちょ待って、ちょっと待って、君たち硬くない？ちょ、やばいやばい、やばい、はぁ、死亡した。残念ながら死亡してしまいました。しかしこれで終わりではありません。時間が過ぎてゴールドを失いますが、復活地点を選んで冒険を続けることができます。なるほどね。まあまあ。絶対一回は、絶対に死ぬと思った時はいいんやけどさ。あ、夜になったらあれなんかな。敵が強うなるんかな。わあ、すご。もう完全に夜になっとる。いや、え、どうなんやろ。手に入れたアイテムとか残ったん？え、どこからやり直しになったんこれ。あれか、時間帯によってその人たちの活動しとる状況も変わるんやな。寝よる。おはよう。めっちゃずらせる。ああ。あ？え？
うわ、敵じゃないの、あなた。人かと思ったやん。え、人、人なん、人なん、人とやらないかんの。ちょ、これ何、ゴブリン？危ね。危ね。おっしゃ。おら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 、おっしゃ。はあ、ゴブリンなんかな。人じゃないんかな。あ。おら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 、楽しいぜ。略奪の限りを尽くす。何これ。ここが海賊のアジトに違いない。そうなん。あ、海賊なんだ。人間なんや。ちょっと人間って分かった途端に少しためらいがある。海賊のアジトか。海賊のアジト入りたいけど、入ってボコボコンされんかな。うっす。村に行くという選択肢を持たない。どうしよう、マジでボコボコンされたら。え、鉄鉱石。ちょっと今回はここの海賊のやつらを蹴散らして村に着いて終わりぐらいにしようかな。誰もおらんの。あの、なんか罠もあるって言ったもんな。そこら辺もしっかり考えて動かんかったら、なんかいらんとこで大ダメージを食らうことにもなるんかな。海賊の皆さん、うわあ、めちゃしてくる。死ねやろ、そんなことしたら。もうこの海賊のアジトはもう再起不能になるまでボコボコにせないかも。えぇ、待て待て、話し合って話し合って。ここで殺すべきじゃないんじゃないかってちょっと思って、疑問に思って。危ねえ、何考えとんじゃあいつ。オッケー、あとお前だけじゃ。おら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 、危ない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 。これはなんじゃ、ようわからん。さすがにこの中に罠はあってせえへんやん。何これ、フライパンが必要だ。え、こんなとこで何をするつもりなの、フライパンなんか使って。アジトを燃やそうみたいな。道具箱が必要だ。何、何、ここ俺の隠れ家にしちまおうみたいな話。ちょっと持て余すねんけど、広さが。うわー、何あれ、絶対に見たらいかんやつある。あれあれ、とあれいかんやつやろ。ああやばい、ここの海賊たちやばいぜ。レベルが上がった、レベルアップしたい、強化したい。ここ超怪しい。なんか王家のコンパスとかでなんか高そうなもん手に入れた。王家のコンパスなんか絶対効果ない。やばい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 、ちょっと冷静になれ冷静に。危ねえ危ねえ危ねえ、マジで大砲使うなよ。あ、フライパンが必要だ。あれかな、フライパンとか道具箱とかっていうのはまだなんかさっきの村町なんかまだ入っていってないところ、あそこでなんか手に入ったりすんかな。オッケー。ふぅ。あ、つくそうや。レベル上がったんやけん。あれしよう。知能って何の役に立つの？ほん。で、これさ、これ何なの？利き手攻撃アップグレード、各ヒットに追加ヒットを与える確率の短いクールダウンがある。で、深傷、出血の発動確率が付与される。ブラックジャック、最初の一撃にスタン継承の発動確率が、ダメージが 25% になる。それは微妙やな。深傷かな。ほい、え、
これ発動したんも発動しとる。え、わかんね。なんかアイコンがつくかと思ったらそういうわけでもなさそうやし。こことか超怪しいけどな。危なっ！玉ねぎのために俺こんな命かけたん危ない今の。え？なんたらの望遠鏡ってなんか黄色いなんかアイテムが手に入った。レアじゃない？あれ。ちょっと見てみよう。これか？はい。はい。ちょっとマジ、この操作がマジむずい。何かを詳しく調べることができる望遠鏡。え？ 3 つの輪がついたコンパス。ちょっとそこら辺わからんな。この黄色は、まあ多分レアアイテム。うわ、やっ、あ、海賊王がおる。海賊王じゃないわ。ちょっとこれ、あれやな。ちょっとこっから狙い撃ちできんか。つえ。あぶねえ！海賊王！おら、俺がお前をやっつけてやる！おっしゃー！なんか、船長やっつけた。ほら、船長やっつけたぞ、お前ら、降参しろ。船長がやられたら、だいたいみんな降参するんや、普通。くそ。なんてやつら。いや、しかしやったぞ、船長。船長を倒したってことは、俺が今日から船長。言うことを聞け、俺の言うことを。こんなカブトムシ、やばい、やるか。え？オッケー。何あいつ。こっち一旦行ってみるか。何があるん？狼の洞窟？え？そんなとこに繋がったん？マジかよ。ほんととりあえずここ押しとこう。へえ、ラッキー。なんかよくわからんけど。あ、ここにもあの木のマーク。あ！宝箱では？え、なに？清めの革靴、革のブーツ？一旦放置。戻ろう、アジトに。どうしよう、これアジト戻って敵復活しとったら。地獄なんやけど。でも復活せんかったら、そらレベル上がらんもんな。あ、でも壊したもんはやっぱ壊れたまんまが。あ？何？わお！あ、ここそんなんあったんや。あ、ほんまやほんまや。なるほど、そういうのもあるんやな。おお、すごいすごいすごい。なんだ、ここもや。ええやん。あ、明るい。明るいって素敵やわ。あぶね。見て。オッケー、オッケー。は？鍵が必要で、なんかすっげえ怒りみたいな感じの。こっちは？あ、こっちはな、ありそうやけど。ないか。レベルアップした！よし。これ深傷やばい。深傷取りたい。ほら。イエス。どうしよう。やっぱあれやんな。ほい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 。で、全然知能が上がらんけど。よし。船長勝負や。うわー、すぐ近くにおった。何こいつ、なんか時間魔法を使ってきやがった。ふわ、危ねえ。船長のくせになんでそんな知能系やねん。やめろや。あ、なんか人がおる。大丈夫か。あ、俺を助けに来てくれたのか。それとこの島を離れられるように奴らが盗んだ海図を取り返してきてくれないか。は？ああ、そうだってなんや。ここに連れてこられた時、俺の持ち物の一部が盗まれたんだ。具体的に言うと、
島と本土の間にあるそばかす海峡を航海するときに使っていた海蔵をなくしてしまったんだ。きっと海賊のリーダーマット・シン・ケイジ提督が古い船室のどこかに置いているか、あるいは肌身離さず持っているのだろう。多分そっちじゃないかな、後者じゃない。あれがないと島から船を出せないので、何としても取り戻さなくてはならないんだ。それで騒ぎに乗じてこの怒りの形をした鍵を手に入れることができた。どこかで使い道を見つけられると思うか。目標、ソムナ船長からもらった怒りの鍵を使ってアジアのどこにいるシン・ケイジ提督の施設に忍び込み海賊発見せよ。シン・ケイジ自身が身につけているかもしれない。なるほどね、同意。はい、っていうかさっき通ってきたあの下のトンネルにあったやん。なんかこれもあれなんかな、なんかその水を継ぐようなアイテムが必要なの。え、なんか絶対にやばい部屋がある。これ絶対無理なやつやん。これさ、これ何？おう、入って大丈夫？おっしゃ、あ、ここに繋がったんや。うわ、ありがてえ。何？オッケー。今のは決まった。何あれ？あんなとこどうやって行くねん。もうこうピョンジャンプせえ、ピョンジャンプ。もしかもこの海岸、ね、海岸沿いで話し合え。声届くやろ。いや、ここ無理やろ。これは無理やろ。なんかこの、あれかな、針の罠を止めるなんか、あれがあるんかな、スイッチがどっかに。ちょっとあいつの存在はとりあえず覚えとこう。どうしよう、でもちょっとこれまだ奥深そうやけん、先ね、あっち行くか。あの、怒りのマークのやつ。ここやろ。これ、開いた。え、もうそこ部屋？アジト、海賊のアジトの下の部屋。え？ん？ここか？はい。2冊の本の間に挟まっている手紙。差出人、ちょっと。え？そして我々の情報によると、ドラゴンは王立海軍を壊滅させ、残った部隊や衛兵は逃走した後のこと。今島を守っているのは少数の漁師とリンゴ農家だけだ。したがって上陸拠点を確保し野営地を設置し、本格的な進攻に向けて追加の兵士を連れてくるマリラとランプレイの到着に備えるのは容易なはずだ。いつ到着するかは不明だが、これについてはアーチボルト卿の確認を待っているところだ。それからマット、この作戦中に手に入れた盗品やその他の戦利品は必ず全て送り返すように。もうノベナはいらない。これは君が過去の借りを返す最後のチャンスだ。では気をつけてな、シスコ提督より。代筆ブラックストン隊。もう絶対名前覚えない。あれ、でもここじゃない？なんかさっきの海図を持っとるはずみたいなことだった部屋って、もうちょっと奥があるんか。めっちゃおるやん敵。わお、やばい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 、逃げろ逃げろ、ちょっと待って、やべえやべえやべえ、行って、ちょっと待って、まずいまずいまずい、まずい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 、ちょっとこれやったかやったか、ああちょっとリベンジさせろや。いや、待って。リベンジさせろ、船長。オッケー。オッケー。やったぜ。あ、なんか、人がおる、あそこ。え？鍵が必要で、また鍵。やばい。鍵ばっか欲しがられる。は？絶対やばいやん、あいつ。え？俺に勝てるんか？やってみるか。やろう。おい！
うわ、侵入された。じゃ、何あの鳥。は？ちょっと待って。いや、待って。予期せぬ動きや、予期せぬ動き、今のは。ちょっと、びっくりした。どうしよう、あいつ挑戦しに行く前に、もう一回上のあの階の、ちょっと、敵たちを一掃してから行こう、最後。もうあいつが多分ここのエリアボスやな。行くぞ、頑張るぞ。うっしゃい。は？なんか手に入った。多分装備手に入った。ちょっと装備見よう。おお、なんかいっぱいある。あ、そんなんあったな、そういや。ほい。で、これは何？戦士の鎧耐性。汚れたわけより全然ええやん。戦士の鉄の帽子。ええやん。オッケー。なんかリアリティ高い感じになってきた。よっしゃ。あ、普通の探検なんか凍結が書いてるけど。すげえやん。なんか絶対めっちゃ有用なやつ手に入ってる今。ほら、なんかエンチャントついてそうな。普通の探検、ダメージは、え？どういうこと？え？ 17、 あ、だけ、この上の数字は、このグローブのプラスの、ってことか。凍結を発動させる確率 7.5% やけど、まあ、凍結してくれるんやったらその方がありがたいやろ。よっしゃ！ええんじゃないですか。よし！じゃあ、一旦ここの海賊のアジト一通り多分全体回れたんで、ちょっとさっきのボスに挑戦しようかと思い、え？あら？あ、なんかいくつか拾ったやつあったけど、なんかこんな風に勝手に装備しとんや。マジかよ。まあ、一旦ちょっとこのステータスで挑んでみようかなと思います。ちょっとさっき操作ミスでなんか敵前逃亡を図ったみたいになっとったけど。いざ、マッハだったっけ？なんか名前忘れたけど。勝負や！マットや！マット！マット痛いです！マット！ちょ、あぶ、ちょっと待って、許して。マットの小山やな。やば。強いわ、あいつ。いや、ちょっと待って、むっつい。これやばい。あぶね。ちょ、こいつのさ、ヒットポイント。どこ？何？なんか来た！ちょ、ずるいずるい！危ねえ！やばい！ちょ、みんなマット打て、マット。危ねっちゃ、くっそこいつずりーねん。はぁ、ちょっとこれいかんな。よし、じゃあ今回はここまでにします。ちょっと次回先にこのマットは残して、ちょっとハートコーに行こうかなと。っていうか、まあ、ハートコーでもう復活しよう。ちょっと次回ハートコーの先に、住民たちと話したりなんかしたりしようと思います。はい、ということで、ちょっとこれから先どんな風になるかわかんないですが、更新頻度もちょっとまだ進めながら様子見てかんと、ちょっと定期更新になるんか不定期更新になるかもわかりませんが、今後ともよろしくお願いします。では、お疲れ様でした！